妙法寺は神奈川県鎌倉市大町にある日蓮宗の寺院。三号は両言山。九本山は大本山本国寺。通り市堀之内方園。県庁五年に日蓮が安房より移り住んだ松葉が八草案後に開かれたとされ、現在も境内奥の山腹に五昌安市の石踏みがある。ただし、ごく近隣の安国論寺。 長勝寺も、それぞれ、松葉が八つ草案跡を称しており、すべて解散は、日蓮、創建は、草案が置かれた、県庁五年としている。実質的な解散は日蓮により数えて、第五世となる、両言方神皇妙法房美昭で、延文二年のことである。五代醐天皇の子、森吉神皇と、藤原康等の娘、南方の間に生まれた日昭は日蓮を忍び、 かつ父、森吉親王の母大を弔うためにこの地に、道東伽藍を建て、自身の幼名である両言丸にちなみ両言さん、法明寺と名付けた。境内を組み手山頂には森吉親王の墓が、左手山頂には母、南方と、日、明自身の墓がある。1500年代初頭、第11世日朝は、日蓮の生涯を描いた絵言葉、日蓮聖人中さ山。 北家業研究所である、北家け慶経運省などを表し、学僧として名を挙げた。日朝は後、文明15年に、鎌倉在木座に、経運寺を開く。江戸時代には、特に、水戸三国総研による水戸三昧道断林出身の、第32世秘王、第33世秘寺が、寺門隆盛に勤め、11代将軍、家成はじめ将軍家及び、徳川御三や、 日後細川家などの尊数を集めた。宗門、仁王門、北家道が主塗りであるのは将軍家なりを迎えるためであったとされ、明治中期までは境内に将軍おなりの間が残されていた。また、現在の本堂は、文政年間に日後細川家により建立されたものである。また、江戸庶民にも信仰され、しばしば江戸においてで会長を行い、 隅田川へ対境において日本初とされる為瀬書きも行っている。苔の石段、日元州は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。300円、ありがとうございます。